表した1週間ジャックフード生活。俺だけ罰ゲームなんやって。髪にいいとされるケアを紹介しつつ、薄毛対策をする側と逆に悪化させる側の2人で対決をしていただこうと思います。大ちゃんさんには1週間薄毛対策の料理や食材を食べて健康的な食生活を送っていただきます。めっちゃいいじゃないですか。僕プリティさんに逆に1週間ジャンクフード縛りの大ちゃんさんはヘルシーなものを食べて薄毛の進行をどれだけ抑えれるかこれ分かるんですけども、僕の場合、ジャンクフード食べて薄毛の進行は抑えられないでしょ。というか、むしろ薄毛促進されますよね。僕調べたんですよ。ジャンクフード薄毛っていうのを調べたら、ジャンクフードで薄毛進行しますってこと断定的に書いてあったんですね。ジャンクフードって例えばそのハンバーガーとかステーキとか牛丼とかポテトチップスとかその辺が思い浮かぶんですけど、そういうもの大体高糖質、高脂質って言われるんですけど、こういうものってあんまり良くないらしいんですね、薄毛に。僕はもう大ちゃんさんを引き立てるかませ犬的役割やと思ってます。大ちゃんさんにはぜひ頑張ってもらって、できるだけ薄毛を改善していただいてですね、僕はできれば薄毛をどれだけジャンクフードで進行させられるのかと、なんでこんなこと言わないといけないかわからないんですけども、まあ、そういう対決かなと思ってます。ホコタテ対決って僕がね勝つのってどうなのかな。めちゃめちゃこれで薄毛が進行しまくったら僕の勝ちってことでいいんですかね。まあ僕はあとジャンクフードね、まあ普段からよく食べるんで、まあそんな罰ゲームといっても、まあ普段の僕の生活をお見せする、まあだけなのかなと思ってます。まあそういった形でこれから見届けていただけたらなと思います。頑張ります。僕も薄毛直したいよ。ジャンクフード生活1日目、記念すべき1日目の食事は、こちらですね、キムチーズ牛めしの大盛り、こちらになります。時刻も書いてあると思うんですけども、現在16時13分。本来では朝飯から、食べる予定だったんですけども、今朝8時までお酒飲んでおりまして、さらに二日酔い。ちなみに昨日のお昼ご飯も牛丼。そして夜中に食べたのも牛丼。そして今日も牛丼。普段の生活がジャンクフードとなっております。ジャンクフード生活1日目の夜です。食べてるのはカップヌードルですね。こちらを食べます。で、この中に、この白ご飯 300g を入れて食したいと思います。で、極めつけは、朝日スーパードライ。ただいま時刻深夜2時なんですけども、体に悪いものを、体の悪い時間帯にめちゃめちゃ食べてる気がします。ちょっと書き込んでいきます。何の検証企画なんでしょうか。ジャンクフード生活2日目の1食目でございます。今日のお供は、ペヤング。超大盛りです。こちらを食します。で、喉が渇いたら、こちらのコーラですね。いきます。ちょっとあれやねん、ちょっと。どっか行けよ。焼きそばだけではもう、ちょっと物足りないんで、メンチカツ。これごと言ってありますもん。もう普通にこうなってじゃ死ぬぞ。二日目の夜ご飯になります。チキンバーガーですね。それとチキンフィレオの倍サイズいただきます。やばいですね。ジャンクフード生活全然できそうです。ちなみに今スナックライナーでだいぶ酔ってます。食欲が進みますね。ジャンクフード生活3日目の1食目でございます。今日のお供はごつ盛り黒豚骨ラーメン大盛りです。いただきます。そしていつものごとく白米を入れていきます。豚骨ラーメンといえば博多ってイメージがあるんですけども、そういえば僕ですね、博多に一人旅で行ったことあるんですけども、クラブでナンパした子に次の日夜会おうよと言われ、わざわざ予定を変更し一泊延長して待ち構えてたんですけども、ブロックされたことがあります。
ジャンクフード生活3日目夜、今日はですね、大盛り塩焼きそばこちらの方とファミリーマート限定のこのチーズバーガーですね、これを食していきたいと思います。いやこれ全然この生活ができてないですけど、来られるのが普通に恥ずかしいです。ジャンクフード生活、4日目の1食目です。折り返し地点に来たところで、今日いただくのは、このデカ豚ラーメン、ワシワシマックス。デカ豚野菜、背脂、ニンニク。これぞジャンクフードというものです。こちら、いただきます。だいぶニンニク臭いです。うわぁ、すごいこぼれてる。うわ、めっちゃこぼれた。うわ、ちょっと今撮影中、めっちゃこぼれました、今。いただきます。日頃からジャンクフード生活みたいな生活を送ってるんですけども、4日目にしてとうとうちょっとそうめんとか食べたくなってきました。ジャンクフード生活4日目の夜になります。今日のお食事はチキン南蛮のこのお弁当プラス塩ラーメンです。ちょっと食べたいんですけども、その前にちょっとだいぶこれもうすでに頭皮にもやばい状況多分出てると思います。ちなみに結構今ベロンベロンなんで、食欲的には結構いけます。ジャンクフード生活5日目、朝になります。まあ、朝というか、12時過ぎですけども、今日はですね、もうちょっとジャンクフードもなかなか発想に限界が来たので、オリジナル弁当を作りました。かき揚げクリームコロッケと鶏の照り焼きですね。かき揚げクリームコロッケ鶏の照り焼き弁当です。いただきます。ジャンクフード生活5日目の夜です。食べてるのはこちらですね。ちょっとカメラ映らへんな。おじやな。竹虎のラーメンと玉揚げご飯2つ。玉揚げご飯だよ。玉かけご飯、滑舌が悪かっただけです、すいません。だいぶ普通に楽しみでもう食べちゃってるんですけど、ちなみに僕ラーメン屋来て初めてぐらいですね。入ってから勃起するぐらい楽しみです。なんでやんかね、気持ち悪い。出ていけ。ありがとうございます。ジャンクフード生活6日目の朝です。食材は近くにちょっとファミリーマートがあるので、ファミリーマートによって、ジャンクフードを買いためてきました。まず、このアメリカンドッグですね、こちらをご飯の上に乗せていきます。あとこちらファミマでよく売ってるこちらですね、唐揚げですね、唐揚げを2つ買わせていただきました。最後は誰もが、知っているこのファミチキですね。こう3つをご飯に乗せた状態で、結構だいぶジャンク感強いんじゃないかなと思うんですけど、まあもともとこれAGA の企画でやってるっていうことを最近結構忘れてまして、普通に自己体重がどんどんベストを更新されていくっていうことで、多分今僕90キロぐらいあると思うんですけども、これ過去最高ぐらいなんですね。いや何してくれてるんですか AGA さん。僕もともと薄毛に困ってるっていうことでこのお仕事やってたつもりは、ただただ太っていってジャンクフードに向き合う客になってます。生命の危機です。ジャンクフード生活も残り3食ぐらいになりますんで、ちょっと自分なりのジャンクフードの世界を広げていきたいと思います。ジャンクフード生活6日目の夜です。と言いますかもう明け方なんですけども、今日いただくのは大手牛丼チェーン中尾の親子丼の大サイズプラスこだわり卵2つ入れました。そして最後こだわり卵をプリンまで頼みました。毎回これ下に撮影してるんですけども、ほとんどベロンベロンです。ジャンクフード生活最終日7日目です。昨日二日酔いでちょっと食欲がないので、少なめご飯ですね、 200g とコンソメパンチ、これが僕のお昼ご飯です。もちろんそのまま食べても良しなんですけども、一つまみにしてですね粉々にします。粉々にしたのをちょっとご飯に振りかけると、こんな感じですかね。いただきます。美味しい。でも絶対に体に悪い。ジャンクフード生活最終日の夜です。本当にジャンクフード生活の最後の晩餐になります。その記念すべき最後の晩餐は油そばになります。いただきます。うまい。よし。
週間ほんまに長かったです。薄毛の企画でやってるんですけど、逆に薄毛進行してそうですし、何やったら体重も増えて痛風になりそうです。いやでも普通に明日からもジャンクフード食いそうやな。1週間ジャンクフード生活終了しました。いや何の達成感もないって。これなんか僕だけね、1週間ずっとこう何も改善しない、何かがむしろ悪化するようなことをずっとやってたわけなんですけども、ただ普通にご飯は満足しましたね。企画にしちゃっていいのかなっていうぐらい、僕の好き勝手に、まあ、僕の好きな食べ物を食べさせてもらったという感じですね。大ちゃんさんの結果もね、これ気になるところではあるんですけど、意外と大ちゃんさんもそんなに変わってないんじゃないかなと思うんですね。ちなみにこれ言ってなかったですけど、体重2キロぐらい多分増えてます。歩きにくかったです、お腹出すぎて。であとこれ髪の毛の部分に僕はどうこれから影響がしていくのかっていうところもですね、僕自身も気になります。で僕の当たり前のような今までしてきた生活が本当に薄毛に悪いものだったのかっていうのを、次またこれもしかしたら見てもらえるんであれば、僕自身が成長するきっかけにもなれると思いますんで、その結果楽しみですね。あとまあやってみて思ったのは、バランスは考えて食事しないとダメですよね。AGA スキンクリニックの公式 LINE では無料カウンセリングの予約が簡単にできちゃいます。友達登録するだけで治療費 10% オフになるクーポンや最新キャンペーンの配信を行っています。薄毛を気になる方はぜひ概要欄から登録してみてください。